ははいさんんこにち通内の横山と申します今回は縄文時代ですね日本歴史の縄文時代の話をしたいと思いますまずね縄文時代の概要なんですけども時期的にはですね約1万3000年前から約ですね2500年前までの期間ですね のことをですね、えー、縄文時代、縄文文化と呼んでます。で、えっとまあ、縄文時代もですね。まあ、非常に長い期間ですから、その中でもですねえー。6つのね、えー、区分がされまして、えー、これは縄文ね、えー。縄文土の変化からあの6つにね。区分されるんですけども。も、えー、早草期、えー、早期前期中期後期晩期ですね、えー、この6つにね。区分されます。 で中期がですね、一番その縄文時代がね、栄えてた時期なんですけども、えー、まあね、えー、このように分かることができると。で、あのー、寒心性といってですね、その、まあ、その気候がですね、非常にこう温暖になった時期なんですね。で、それによって、その、今まではですね、その、針葉樹林がね、えー、多かったんですけども、えー、まあ、温暖な気候になることによりまして、東日本では、 えー、ブナ、ナラなどの落葉、紅葉樹林が、えーまあ、増えましてで、西日本ですと、えー、シー、カシですね、などの商葉樹林が、まあ、増えてきたということになります。で動物もですね、あのー、以前はですね、えー、大,型な動物があ大型動物が多かったんですけども、あそれらが絶滅しまして、えー、その日本カモシカとかですねイノシシが増加したということですね。 で日本カモシカとかイノシシっていうのは、まあ、動きが早い小型の動物ですから、えー、捕まえるにはですねその、まあ、弓矢とかあと落とし穴とかですね、まあ、必要になってくるということになりますので、まあ、その辺がね、まあ、縄文文化を特徴づけるようになります、えー、次にですね、えー、縄文時の生活なんですけども、えー、っとまず食事なんですが、えー、植物性のですね、食料ですね、えー、すなわち、えー、好みや山芋 えー、栗とかね、くるみとかトチ、どんぐりなどの好みですね、あとは山芋をですね、まあ、採取して、えー、食べてました。であとは漁労が開始されまして、まあ、魚を取ることなんですが、えー、骨格器を、ねえー、使った釣り橋とかですね、えー、あとは丸木舟とか網を使用してですね、まあ、魚を取るようになったということですね。えー、あとまあ狩猟に関しては弓矢を使用して、 えー、鹿とかイノシシをまあ、狩猟してですね、えー。あとその屋根の先っぽにですね、えー、っとこの石足っていうのがありまして、まあ、要は石足っていうのはその屋の先っぽにつけるね、その鋭いものなんですけども、えー、それをですね、まあ、つけることによってあのー、まああのー、鹿とかねイノシシをまあその捕獲してたわけですね、えー。あとは落とし穴の利用ということで。 まあ落とし穴掘ってですねえその中にその動物がねこう落ちてでその落とし穴の中にもですねこうなんていうんですかねこう突き刺さるねこう槍みたいなのがあの仕掛けてあってまあそれによってですねえ動物をまあ捕獲してたわけですねえあと縄文土器の使用ということでまあ縄文土器はですねあの非常にシンプルなね土器だったんですけども え植物性のね食、えー、物の煮たき用として、まあ、使われてましたで、えー、特徴としましては低温で焼かれ,焼かれてまして、まあ、厚手でね黒褐色であるというのがね、まあ、特徴になりますあと石器に関しては麻、まあ、生石器がこの時期ね、えー、出現してきますで縄文人の生活なんですが、えー、と縦穴住居でね、えー、定住生活をしてました 縦穴住居っていうのは地面を掘りくぼめてですねその上に屋根をかけたね非常にこうシンプルなものですよねでその住居の中にね牢を設けてそこでご飯を作ってたわけですよねあとですね縄文人は結構多集団とね通婚したりとか交易してましてそれは何でわかるかっていうと黒曜石とかあと翡翠ですね、まあ、そういったその 石などから、その,石などの分布からですね結構そのいろんなその遠方の人とかと交易、まあ、してたっていうのがね、まあ分かるわけですね。えー、あと縄文人っていうのは、えー、と上下関係や貧富の差はなかったということですね。えー、まあ、あのー、その富をね蓄えるっていうね、えー、ことがあまりなかったので、えー、貧富の差がなかったわけですね。 宗教的にはですねアニ,アニミズム信仰といってそのまあその自然とかですね、まあ、自然物や自然現象にねその霊がね存在するってね、えー、考えるのアニミズムっていうんですけども、えー、具体的には土偶とかですね石棒伐措掘などにねそのアニミズム信仰が、まあ、見て取ることができますね。 じゃあ、縄文時代のね、今度は主要な遺跡なんですけども、えー、青森県の三内丸山遺跡ですね、これは非常に有名で、えー、日本最大級の集落遺跡であると。で巨木を柱とする、ね、建物跡ということで、そのでっかい柱をその建てた、ね、その跡が見つかったわけですね、6本のですね。えー、ですから、そ,のそういう、ね、建物があったんじゃないかということですね。 えー、あとは亀ヶ丘遺跡ですね。これはあの青森県にありまして、あのー、漆で装飾された多様な木系の,の亀ヶ岡式土器が、ね、出土したことで有名です。亀ヶ岡式土器っていうのは、えー、っと、縄文時代の晩期を、ねえー、代表する、ねえー、その土器ですね、えー。あとは大森貝塚ですね。これは、えー、有名ですよね。 1877年,年にアメリカ人のモースさんが発見し、えー、日本近代考古学の、ね、出発点というふうに言われてますね、えー。モースさんが電車乗ってて、たまたまね、こう、冒頭車窓から見てたら、なんか貝塚っぽいのを見つけて、で、すぐね、現場に行って発掘したってことですね。えー、あとはカソリー貝塚ですね。これは千葉県にありまして、えー、日本最大級の貝塚になります。 え次にね、アニミズムですけども、えー、アニミズムとは、まあ、先ほど説明したように、あらゆる自然物や自然現象に、その霊威が、ねえー、存在すると考えることをね、アニミズムっていうわけですね。で具体例としてはまず土偶ですね。えー、土偶っていうのは、まあ、女性の身体的特徴をね、えー、誇張したもので、あのーまあ、非常に面白い形をしたものなんですけども、 えーまあ、土偶がね、まあ、この時期を代表するものの一つであると。えー、あと、石棒ですね。石棒っていうのは、まあ、単なる棒なんですけども、男性のね、えー、生殖器を模したものですね。えー、あとはあ、抜歯ですね、えー。これはですね、あの成人式とかに、まあ、歯を抜いてですね、まあ、通過儀礼の一種じゃないかというふうに言われてますね。えー、あとは、あ屈創ですね。えー、とその 体をですね、まあ、折り曲げて、そのーまあ、葬るのかね、まあ、一般的だったわけですね。でそれを屈葬っていうんですけども、まあ、目的としてはですね、その死者の霊が生きている人に、生きている人ね、少女にその災いをですね、まあ、加えるのを、まあ、その防止するためにね。 えー、屈葬にしたんじゃないかっていうふうにねまあ言われてますね。